ナンゴ。見るのだ。ついにジャム国王が自らの過ちをお認めになった。そして王位をムニエル様に禅譲したいとおっしゃったのだ。これがその証である。似合うかな。王家に代々伝わる首飾りらしいね。そんな大事なものを託されてはジャム国王の願いを聞き入れざるを得ない。私はフォレストランドの王となり、人々のために立ち上がることにしたよ。静粛に。ムニエル様は国民のために重責を担う決断をなされた。我々はムニエル様を正式な王として迎えるべく、フォレストランド王宮広場にて即位式を執り行う。まずいことになった。首飾りをあのような形で利用されてしまうとは。無理やり奪っておいてお父様から譲られたなんて。こちらからも発信しなければ言ったもの勝ちになるぞ。おっさんみたいに電波塔から話せばいいじゃん。報道局へ連絡すれば国民に声を届けることはできるのか。いや、この10年でメディアは完全に軍に掌握されてしまった。即位式に乗り込んでカメラの前で直接訴えよう。力ずくでの訴えが果たして国民に届くかどうか。私が生きてることを発表したら聞いてくれるんじゃない。悪魔の子の言うことを聞いてくれるとは思えねえが。すまねえ王女。大変だ。どうしたジャポン。即位式でジャム国王が処刑されるって。ジャポン、いい加減なこと言ってんじゃねえぞ。マジなんですって。あちこちの町で噂が出回ってんすよ。しかしな、いくらブレッドでも国王処刑なんてよ。憶測を話しても意味はなかろう。フォレストランド軍に潜入している砲塔の帰りを待とう。それまではしばし待機だ。お父様が処刑。まだ何も分かっていない。知らせを待つ間少しでも休んでおこう。私が首飾りを奪われたせいで、ねえどうしよう。ベルゼ、お父様にもしものことがあったら。ムニエルが正式な国王となればサンドランドへの侵攻が始まろう。そしてブレッドの悲願でもあるかの国の征服が達成されれば、ブレッドたちのやり方に不満を持つ者たちも支持に回る。そうなれば我々にとっては最悪の結末が待っておるだろうな。アンの前では言えないが、首飾りを奪われたのは痛かったな。ジャム国王が王位を譲る意思をでっち上げることができてしまった。処刑が本当かは分からんが、国王を生かしておく必要がなくなったのは事実かもしれない。ご苦労だったな砲塔。して処刑の噂は事実なのか。はい、召喚クラスの者たちが動揺を隠せない様子で話し合っていました。即位式の前に公開処刑を行う手はずのようです。ランゴ。分かっておる。
我々レジスタンスはジャム国王を助けに行く。水を差すようですまないが、助け出すための作戦はあるのか。少人数の我らにできるのはいつだって陽動と潜入だ。今回は王族だけが知る抜け道から王宮広場に潜入する。陽動は国王を人質に取られた状態で下手な騒ぎを起こすのは危険だぞ。ジャム国王の身柄を確保してから逃げ道を作るための陽動を行うつもりだ。冗談じゃない。俺たちは抜けさせてもらうぞ。こんなもの罠に決まってる。みずみず飛び込むのは愚か者のすることだ。分かっている。それでも行かねばならんのだ。止めようとは思わんさ。俺たちは行かないってだけだ。待って。いいよアン、行きたくないやつはほっとけよ。でもベルゼブブ殿の言う通りだ。行きたくないものは去ってもらって構わん。わしは留守番でいいですかね。いいわけないだろ。ですよね。とほほ。我らは10年もの間このような戦いを続けてきた。その集大成を見せつけ、ブレッドたちの鼻を明かしてやろうぞ。では現地にて作戦を詰めるぞ。すまん、遅れた。他の者たちは皆陽動作戦のために首都の方々に散っている。ラオ殿たちにも陽動を任せたい。構わないが、ジャム国王の救出は。それが違う。団子一人で？そんなの無茶だよ。何、老いた狐は捕まらぬというところを見せてやるさ。確かに反乱軍時代の乱子殿を私は一度も捕らえられなかったな。へえ、おっさんが捕まえられないなんてやるじゃん、じいさん。でもさ、王宮広場にはブレッドとムニエルがいるんだろ。逃げ足だけじゃ王様は助けられないと思うぜ。王子と殴り合える人間に、リリス様を倒したという人間ですからな。姉ちゃんが負けたってのは信じたわけじゃないけど、そういうことだ。だからさ、俺が言ってやるよ。エルゼ、ムニエルってのが本当に強いか戦ってみたいからな。ベルゼ、目的はお父様の救出だよ。分かってるって。ついでにお前の親父も助けてやるさ。ついで。決まりだな。潜入の役目は譲ってもらおう。かたじけない。あの橋の下に王宮広場へ通じる秘密の通路がある。そこから潜入してくれ。秘密の通路？おい、早く行こうぜ。ほっと。王子、水に沈んでいるぞ。一度出直そう。
の敵が潜んでいるかもしれん。ジャングルに入るなら。10年前も私はここを通ったのかな。全然覚えてないけど、今度はお父様を助けるために戻ってこられた。待ってて、お父様。あれ、なんだよ、もう秘密の通路は終わりか。し、即位式までまだ時間がありそうだ。始まるまでここで待機しておこう。そろそろ始まるようだな。あれは。処刑台か。今日はフォレストランドにとってかつてない栄光の日である。そして同時に悲しみの日でもある。お父様。お前らはここで待ってろ。俺一人で行ってくれ。いくら王子でもそれは無茶ですぞ。ゾロゾロ行っても目立つだけじゃん。いいから任せとけって。こっそり近づいてアンの親父を連れて逃げりゃいいんだろ。気をつけろ、警備の兵士に見つかれば終わりだぞ。分かってる。ジャム国王は良き王であった。しかしどれだけ清い水も一滴の泥水で濁ってしまうものだ。ジャム国王は悪魔にそそのかされ罪を犯した。その過ちは王といえども身をもって償わねばならない。よって即位式に先立ちジャム国王の処刑を執り行う。させるかよ。魔物だ。照準。おっさん、走れるか。逃げるぞ。撃てー。話が違うじゃないか。撃たないって約束だろう。どういうことだ。メルゼ、その人はお父様じゃない。やはり罠だったんだ。逃げろ。そういうことかよ。ついでだ、一発ぶん殴ってやる。この魔物め。エンドミル基地の決着をつけようぜ。汚らわしい魔物の相手など二度とごめんだ。どうなっとるんじゃ。これは予想以上に大きな罠が仕掛けられていたらしい。これみんなフォレストランド軍なの？レジスタンスの陽動はどうなっとる？陽動？こいつらのことか。すまねえ。ちょっとだけピンチかもな。なんの脱出だ。一匹たりとも逃がすな。ほい。おいった。王子、今だ。私たちも逃げよう。
ってすごい？処刑されたくなければ私の前にひざまずけ。言うこと聞いたらそいつら逃がしてくれんのか？そうだね、考えてあげてもいい。なんだこいつも心が読めねえ。さあどうした悪魔、ひざまずいて許しを請え。なんだ？だらしないぞ、ベルゼブブ！お前をひざまずかせるのは、俺たちスイマーズだ！あいつら…ベルゼ！おい！おい！絶対に逃がすんじゃない！軽い軽い、そりゃあまだ、ほい、軽い軽い、やっ、うわぁ、うわぁ、ほっ、やっ、うわぁ、うわぁ、じゃん、はっ、いい感じだな、軽い軽い、よっ、ほい、うわぁ、軽い軽い、うわぁ、はっ、まだ、じゃん、ほい、軽い軽い、うわぁ、やっ、行け、うりゃ、はっ、まだ戦う、うりゃ、せや、やっ、軽い軽い、どりゃ、うりゃ、ほい、軽い、じゃん、はっ、まだ、せや、うわ、やっ、まだ戦える、はっ、軽い軽い、うわ、やっ、どりゃ、うりゃ、やっ、ほい、いい感じだな、外すなよ、はっ、うわぁ、ちゃん、いらっしゃいませ。おぉ、来た来た、手間をかけたな。おかげで助かった。でもどうして抜けるって言ってたのに。へへ、それも作戦のうちだったのだ。フォレストランド軍の艦長は常に警戒せねばならんからな。たもとを分かったように見せかけて遊撃隊として別行動をしてもらった。反乱軍時代に国王軍も何度か見栄を飲まされたな。芝将軍には通じんかったがの、今回もうすうす気づいていたのでは。そうかもしれないとは思っていた。王子もじゃないか。まあな、やり方は想像してなかったけど。無茶しすぎなんじゃ、危うく死にかけたぞ。大成功だったからいいじゃないか。全然大成功じゃないよ。お父様は偽物で、私たちただ逃げただけで何の意味もなかった。そいつはどうじゃろうな。え？俺、これ、私の命より
大切なものなんじゃろう。おじいちゃん。やめんか、苦しい。こいつは大主君だぞ。王位禅譲の正当性を証明できなくなれば即位式が中止されるかもしれん。やるじゃん、シーフ。まったく、喜ぶのはまだ早かろうに。シーフ殿の言う通りだ。ジャム国王をお救いしなければ何も解決したことにはならぬ。ウド、トリケキャンプに連絡して次の作戦の準備を急がせてくれ。そう思って連絡してるんですが、応答がねえんですよ。通信機の故障ってわけでもねえのに。妙だな。戻ろう、ウド。了解。気になるな。私たちもキャンプに戻ろう。助かる。ではこちらから行くとしよう。俺たちはフォレストランドの首都巡りでもしていこう。やった、俺ココナッツミルク飲みたい。ああ、腹がはち切れるまで飲め。